皆さんこんにちは。日本体操協会はパリオリンピック女子の日本代表でエースの19歳宮田笙子選手について喫煙と飲酒の事実を確認したとしてパリオリンピックの出場を辞退することを決めました。日本体操協会は宮田選手が喫煙をしたとして協会が定める代表の行動規範などに違反した疑いで事前合宿から離脱したことを受け、19日都内で緊急の会見を開きました。会見では今月15日、宮田選手が行動規範などに違反したとする内容の情報提供があり、一時帰国を促した経緯について明かしました。そして、18日、帰国した宮田選手に聞き取り調査を行ったところ、先月末から今月にかけて都内で喫煙をしたほか、東京北区のナショナルトレーニングセンターの宿泊施設で飲酒をしたことを確認したということです。協会は調査の結果、行動規範などに違反したことが確認されたとして、宮田選手のパリオリンピック出場の辞退を決めました。宮田選手は聞き取り調査に対し、数々のプレッシャーがあり、好意に及んでしまったなどと、説明しているということです。日本体操協会の藤田直司会長は、本人の責任だけでなく、協会全体の責任で、宮田選手に新たな一歩、踏み出してもらうためにサポートしたい、と話しました。宮田笙子選手が所属する順天堂大学の監督で、日本代表の原田睦美コーチは会見で、オリンピック代表を夢見て小さな頃から、トレーニングを積んできたと思いますし、夢舞台の目の前で、このようについえてしまったということは、大変残念な思いだと話しました。そして、私が見ている範囲で彼女は真摯に競技にも、大学生活にも取り組んでいるし、決して想定できるようなことではなかったというところが、正直なところだ。だが、このような事態が起こったということに関しては、私の指導の届かない部分ということがあり、申し訳なく思っている、ものすごいプレッシャーと、結果を残さなくてはいけないということを胸に抱えながら日々を過ごしていたということは、ご理解いただきたいと涙ながらに話しました。開幕まで1週間に迫ったオリンピックを前に、日本体操女子のエースが出場を辞退する。異例の事態となり日本の女子団体は、厳しい戦いが予想されます。会見で日本体操協会の西村健二専務理事は、オリンピックのエントリー期日は過ぎている。JOC 日本オリンピック委員会と協議をしているが、現時点では結果、4人で戦わざるを得ないなどと話し、4人の選手でオリンピックに臨む見通しだと説明しました。宮田選手の辞退に伴って、チームに帯同している補欠の杉原愛子選手を繰り上げることも検討されましたが、補欠の繰り上げは病気や怪我の場合に限って、可能で今回は行わないということです。体操の団体の決勝は、通常5人がエントリーし、1種目につき3人が演技して、その合計得点で争われますが、日本が4人で戦うことになれば、それぞれの選手への負担が大きくなります。体操女子の日本代表は、史上初となる全員が10代のメンバーで、60年ぶりのメダル獲得を目指していますが、宮田選手はキャプテンでエースを務める中心選手で、全ての種目で高い得点が期待されていました。宮田笙子選手について、JOC 日本オリンピック委員会は、日本体操協会の届け出を受理し、日本選手団から宮田選手を取り消しました。JOC によりますと、19日午後、日本体操協会から宮田選手が、協会が定める代表の行動規範に違反したとして、パリオリンピックの出場を辞退する届けが提出されたということです。JOC はこれを受理し、日本選手団から宮田選手を取り消しました。これで、パリオリンピックの日本選手団の選手の数は、19日で1人減って409人となりました。JOC によりますと、これまでに怪我や病気以外でオリンピックの出場を辞退したケースはないということです。JOC の伊藤浩一事務局長は、非常に残念だが、協会の判断を尊重する。チームには若い選手が、多くケアに努めてもらいたいと話しています。体操女子日本代表のキャプテンで、エースの宮田笙子選手が、プライベートなどでの喫煙飲酒行為が発覚し、パリ五輪への出場辞退が決定しました。7月19日、日本体操協会は記者会見を開き、宮田選手の飲酒喫煙は、それぞれ一度だけだったと説明しています。ですが、7月23日発売の週刊誌、フラッシュによると、宮田選手が常習的に喫煙していたとの情報を発信しています。宮田選手の問題行為が発覚したのは、モナコでの事前合宿中に強化本部に通報があったからです。通報は外部ではなく、内部通報者がいたことを示唆していました。その後、本人に確認したところ、喫煙飲酒が一度ずつ行われたことを認めています。これにより、日本オリンピック委員会、JOC の五輪派遣規定と、日本体操協会の行動規範に反するとして、出場辞退が決定されました。この発表を受けて、宮田選手が在籍する順天堂大学も、公式サイトで声明発表しました。20歳未満の飲酒喫煙が法律で禁止であるため、行為自体は認められないとしながらも、
本人の真摯な反省を前提に、常習性のない場合は教育的指導をした上で、五輪出場を許可する可能性もあったと考えていたようです。そのため、順天堂大学は、本人の社会的ペナルティの重さへの懸念から、誠に残念な思いでおります。と述べ、宮田選手の出場辞退の判断に異論を唱えていました。こうした順天堂大学の声明も物議を醸す中で、週刊誌、フラッシュの報道によると、宮田選手は常習的に喫煙していたとの情報があります。体操界では彼女の喫煙は有名だったとされ、以前から問題視されていたようです。また、飲酒行為についても過去に指摘があり、今回の発覚以前から同様の行為があったみたいです。フラッシュに書かれていた内容は、ある体操指導者が証言していました。宮田選手は女王様気質があり、教え子たちは試合会場でかなり萎縮していました。彼女のタバコの喫煙は有名で、合宿や大会の際に他の女子選手やコーチから、タバコ臭いとよく噂されていました。日本体操協会の説明によると、喫煙や飲酒行為があったのは、6月末から7月にかけてとのことですが、これは明らかに嘘だとされています。実際には、5月に群馬高崎で行われたパリ五輪の最終選考会の時に、宿泊先のホテルで飲酒や喫煙をしていたという通報がありました。日本体操協会は最終選考会の段階では、管理責任は所属チームにあるということで、特に聞き取り調査などは行いませんでした。体操日本代表のコーチでもある、順天堂大学体操競技部の原田睦美監督は会見で、私が見ている範囲で、彼女は真摯に取り組んでいた。このような規範に触れるような行動は決して、想定できなかったと語っていますが、前室の体操指導者はこの発言をあまりにも無責任だと指摘し、問題行為を全く知らなかったはずがないとしています。ちなみに、宮田選手の素行不良については、スポーツ日本も先日報じていましたね。以前から体操関係者から、素行不良を問題視する声が上がっており、タバコの喫煙についても過去に、厳重注意を受けていたとの証言も出ていました。宮田選手の喫煙飲酒問題が発覚し、彼女は一度だけ行為をしたと話していますが、第三者から常習的であったと指摘されています。これが事実だとすると、日本体操協会と順天堂大学が黙認したことになるため、問題視されることになるでしょう。真実はどうであったのか、しっかりと説明をしてほしいところです。現在、宮田のインスタグラムは全ての投稿が削除されており、すでに見ることはできなくなっています。もしかすると、他にも喫煙飲酒を連想させるような映り込みがあったのかもしれません。酒もタバコもきっぱりと断ち切り、また素晴らしい演技を見せてほしいものです。宮田選手は体操女子のエースとして、必要不可欠な存在ですが、今回の事態により、日本代表チームに悪影響を与えたと見られています。パリ五輪出場辞退の影響で、チームは穏やかな雰囲気を取り戻しつつあるようです。ファンからも、雰囲気が良くなったとの声が上がっています。日本体操協会の会見では、宮田選手が喫煙と飲酒は一度だけと説明しましたが、世間の目は厳しく、一度だけで済むはずがないと批判が続いています。また、宮田選手のインスタグラムには、喫煙を連想させるアイテムが映り込んでおり、疑念が深まっています。宮田選手の所属する順天堂大学も、声明を発表しましたが、喫煙と飲酒を軽く捉えすぎていると批判されています。宮田選手が友人宅で喫煙したことを認めたものの、世間の疑いは収まっていません。今後、宮田選手が再び素晴らしい演技を見せてくれることを期待しつつ、日本代表がどこまで力を発揮できるか注目されています。今回の問題は、体操界に再び注目を集めることとなりました。今後の進展に注目です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。